はい、皆さんどうもこんにちは。お久しぶりです。ですね、前の動画から3ヶ月ぐらい経ってしまってめちゃめちゃサボってしまったんですけど、はい、本当にすみませんでした。何をやっていたかと言いますと、まあ普通にお仕事をしていたんですけど、前回の動画だと配属されて1週間目ぐらいの感想を話すみたいな動画を確か上げたんですね。で、まあそこからもう多分3ヶ月ぐらい経ってるんで、いろいろ状況は変わってるんですけども、なんか今の状況ですとか、なんか1日の過ごし方みたいなのを、ちょっと今日はお話ししたいなと思います。で、やっぱり結論ですね、思ったのが、やっぱり営業って大変なんだなって思いましたね。なんか、どんどん、時間経つごとに、こう、担当するお客さんとか、やっぱり増えてくる。ですよね。で、それに付随してやっぱりなんかお客さんごとに抱えている悩みとかがそれぞれ違うんで、自分もちょっとこう覚えないといけないこととか勉強しなきゃいけないことみたいなのがやっぱり日々発生してくると思うので、はい、それで結構ねバタバタしたりとか、まあ、でも結論、僕の怠惰によってこの動画投稿は止まってしまっていたので、ちょっと今後は頑張っていきたいなと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。で、変わったことで言うとですね、いろいろ変わったんですけど、やっぱり一つは仕事する環境がめっちゃ変わったなと思いましたね。今までは僕モニター使ってなかったんですよ。モニターって今ここにあるモニターなんですけど、こういうモニター僕持ってなくて今まで、普通に MacBook、自分のパソコンでやってたんですよね。その1画面だけで。ただ、なんかね、いろいろ、仕事してると、ここの、ズームしながら、こう、資料を見たいとか、そういうのってやっぱあるんですよ。だから、それでモニターめっちゃ欲しいな、みたいな思って、やっぱ買ったら、マジでめっちゃ良かったんですよ。だから、今はね、めちゃめちゃ、この仕事する環境っていうのは良くなっていて、はい、めっちゃ良かったなと思います。はい。社会人なりたての人とかもいたら、マジでこれおすすめなんで買ってみてください。よろしくお願いします。あとは、なんだろうな、今は一日の過ごし方みたいなところで言うと、僕は、ね、リモートワークとかもできるので、そこはある程度自由というか働きやすいんですよね。まあ、忙しいと言いつつも、例えば、家でずっと、働くこともできるんで、それはまあ、めっちゃいいですっていう、はい、感じです。ただ、なんかこう、ね、打ち合わせとかがすごくたくさん入ると、めっちゃ忙しくなって、まあ、家でハードワークするみたいな状況があります。で、今で言うとね、めちゃめちゃでも規則正しい生活はできていてですね、僕、入社前までは結構荒れてたんですよ。生活リズムこんなになってて、普通に、なんか夜眠れなくて、YouTube とか見ちゃって、朝3時、4時とかに寝落ちするみたいな、マジでなんか、最悪な生活してたんですけど、そういうのが一旦なくなってですね、勝手にもうね、ご飯19時ぐらいに食べたら眠くなるじゃないですか。で、その流れでもうね、早い時だと9時とかに寝ちゃうんですよ。21時就寝とかもあって、で、そうしたらもう勝手にね5時6時とかに起きるんで、そこでまた仕事するみたいな。いや、めっちゃ良くないですか。はい、まあそんな感じですね。忙しいんですけど、生活リズムはなんか整ってきたなっていうのはあります。まあ、毎日、平日は早起き一定するので、遅くとも、めっちゃ遅くても、多分9時とかには起きるんですよね。なので、土日もね、やっぱり生活リズムできてくるんで、土日とかもなんか勝手に、まあ8時、9時とかに目覚めやすくなったなと思いましたね。まあ、もちろんね、華やかな花金を過ごした時は、翌朝昼起きとか全然あるんですけど、まあ、それを除けば平和な花金を過ごした日はやっぱり翌朝もすごくいい感じで起きれますね。やっぱそんなもんなんですかね。やっぱ社会人になるとそういう感じでなんかいい変化もあるなって思ったんで、生活自体はすごく充実してるなと思いました。あとはですね、まあお仕事を頑張っていろいろやっていきたいなと思いますね。そんな感じでした。あとはなんだろうな、まあ、出社する日も全然あるんで、出社する日は、ちょっといつもより気持ち30分ぐらい早く起きて、出る支度して、はい、行くんですけど、オフィスも全然働きやすいんで、めちゃめちゃそれはいいなって思いましたね。ただやっぱりさ、一つの仕事だけしても、なんか自分的にはなんか、うんってなるから、こうやってね、動画投稿して、なんか皆さんに、見てもらった方が僕的にもなんか嬉しいし、頑張れるなーって思うんで、はい、やってますね。なので、ちょっと皆さんもですね、なんかこう、
なんだろうな、新卒1年目の生活とかで気になることがあれば、なんかどしどしコメント欄とかでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいですので、フィードバックよろしくお願いします。という感じで、今日はこの後仕事もしなければいけないので、今日頑張って朝撮ってるんですけど、やっていきたいなと思います。はい、じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。それじゃあまた。